お越しの皆さんありがとうございます流ですで本日は「ゆるキャン」第3期第8話を視聴していきたいと思いますよろしくお願いしますではいきます3215オープニングからなんだそういえば珍しいかこの第3期ではね この作品ではかっていうことでもうん一期二期どうだったかなっていうね三期では少なくとも珍しいオープニングからの回ということは何を意味するのかみたいなわかりませんけどまあ前回は本当にねあの慶應数キャンピングでしたよっていう反応は絵画の反応はねご紹介しましたけど それをどう今回で今回で終わるんですかねあのまあ改装だからなそれこそあのいくらでも自由に自由すぎんだろうって話もしないですけど前回のあれは自由に編集できますんでノクルのみんなとなでしこさんとでの話をねでどうまとめるというか結局最後にもう一回 ここまそういえばまだおいでにならないな。<laughs> 毎回言ってんだこれ私。どこまでが本当でほらかほんまかのそのまとめというかネタバレとかはあるんでしょうかねっていうね。で結局あのあとどうして一旦あこれ水曜どうでしょうらしいんですよね。ハル r e You l i k うん、こうやってやるもんなんだ水曜どうでしょうって私知らないんですよこれはありえないと一瞬思いながらもありえ方はありうるうんあこれはありえないかああそういえばあまあいいわはは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  あーまた今回の、ああ、なるほどね。今回の見どころだ。トゥレイズエピソールだ。これが、先生本当に、え嘘。おじいちゃんだけど、わかんないわ。これは本編で。先生合流されるかそら、さすがに。うん。 はあ、な、なるほど、はあ。大体あるんじゃないはい、あ。逆に見るもんないキャンプ場ってあるあるんかなビル群。はい、あ。はあ、ヤスリなんだ。うん。へえ、すげえな。ちょこんって表現されるけどめちゃめちゃ。はい、あ。 ヤスリってあれですかね、削るやつの全員眉毛が出てんだなっていうね。んうん。うーん。絶対に自分たちでは歩きたくないという強い意志を感じるこの二人からは。はーい、はーい、は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 い。あはい。国立公園に興味が湧くはい、犬子さんが。は,はい。 だえだってキャンプサイト一覧みたいなやつあるんじゃないいくらでもわかんないけどそういうところではなくか国立公園経由で知るってすげえなあの犬子さんがあってそうですけど <laughs> じゃお時間大丈夫あもう先生合流か先生のあ,あの感じはどこでどうやっていやそんなこと言ってるとフラグでしかない ですけどね、全然いいんじゃない生トマトめっちゃおいしいじゃん。トマトはい生でこそおいしい食べ物っつったらトマトなんて筆頭に上がるんじゃない私なるべくへへへ出たーライブなでしこリアクションはいあー飯テロまた出たなこれねフードポロンってよく聞く訳語だけど訳すときは。 これ,あこれピザ窯なのでも何にしても石窯はいいなはいどうしたんですかああなんだそこれかここのはいそれでピザを開けのはいあーああああここの時何でやめたんですか逆にあピザトーストねピザじゃないじゃん そういう時は食べときゃいいんですよっていう方針に今後は食いすぎってことはないでしょだって部長ああ。まあ、また、そうっすね。っていうことを今回で学ばれて今後に、うん。本当にそんなはい。なるほど、なるほど、なるほど。修理中か。 まあ、機会はあるんじゃないでしょうかね。な,なん何すか嘘ただ、ピザ窯がない。はい。ピザって、焚き火とか、炭火で焼くのありなんですかそうなんですよ。それをずっと、何があるんですかねえピザ焼くって 直火炭火、あの焚き火。焚き火じゃもう真っ黒か。焦げ以外にススで。先生、ちゃんと怒られたな。さっきのは別にフラグではなかった。はいお。全部揃ったけど、結構でかい。まあでも切ればいいか。でかけりゃ。はみ出すようだったら。はい。 出ましたね。いい生徒を持ちましたね、先生。これは先生の人徳が、こう。はい。え、先生、はい。ちゃんと、そらそうでしょうね。うん。先生、大丈夫ですよね。帰りまでに時間ありますよね。容易が。アルコールが抜けるまで。分解。 おおこれは堤防かで見たか堤防日誌で。燻製機出てきた。でも、他でも中見た気がする。はい、何でしょうか。ああ。これまずいっていうやつだったけど。へえ。別に見ててもね。はい。どうやってですか いやお前らな部長がおっしゃってるんだからまあなんかされたんだろうけどでもとにかく冷やしてないといけないらしいんですよねでそうするとトマトにトマトジュースをはいトマトにトマトジュースを加えはい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 もうこっからどうにでもいけるからね何に言ったって

これでカレーにしてますわ、いつも。あ、バターは入れない。うん。もう、キャベツと半分を取り出す。はぁ、トマト焼きそばか。全然いけるな。だってね、カレー焼きそばあるから、もうそういうことっすよ。余裕っすよ、もう。 ああ、もうはい、もう、<laughs> 背徳の顔、背徳の意,の意味はちょっとよくわかんないですけどね。なんで背徳なんですか、これ。<laughs> すごい、遠回りな背徳感の覚え方ですね。うん。それがなんで背徳なんだっていう話にもなります。いや、でも絶対美味しいですよ。 要はカレー焼きそばからカレースパイスを抜いたようなもんですからそうでしょうねうん私はもうひき肉とスタータースパイスと生姜ニンにんにく炒めてそこに赤ワインとお酢とトマト缶ぶち込んでだっていないからうちのあっへえそうなんだああやって ああなるほどなるほどそういうのありえるなるほどなるほどねうんうんうんうわすごくすごくありそうはいうんみたらし団子をアイスにのせる以上でもすごい家族全員それぞれバラバラの特色が出てていいなーそれ それ読んでるだけでもめっちゃ面白そうだわさああフライパンでやるんだあれは鉄スキレットですか <laughs> せあ先生意外と反応ないっすねそうですね本当によかったっすねまさかでしたねうんんみたいっすよねはいああてお好み焼きみたい お好み焼き風 <laughs> 広島焼きじゃないですかこれああでもそうだよなあ完全にお好み焼き完全に完全にお好み焼きないし広島焼きちょっと見覚えのある料理ができつつ <laughs> あれおかしいなさっきまでピザだったはずなんだけどなんか見覚えのある料理に変わってきたな なんか修練進化してきましたねまあそういうことなんでしょうねでもそうだなお好み焼きとの違いって言ったら最初からその生地の中に食材が混ざってるかどうかはいあそうですね日本酒に限んないですけどジンとかねよくありますよねあの氷点下にしといてでああそっか日本酒ぐらいうんだとなるほど えー、でもこれも温度あるだろうから難しいでしょうね。どうやって冷やしたんだろう。冷凍庫で。いけ、あ、いけいけた細か。これか。いいっすね。いつもじゃないっすか。じゃあ、どこを、どこを基準として。あ、じゃあ、はい。これも、嘘か。<laughs> 自由自在っすね。 みぞれは本当にあったんだろうかあーなるほどなるほどねだからうん生地と具材が分かれてるお好み焼きだなでしょうねねえそれはねまだあるピザも食べられる <laughs> それはまさに私がさっきちょっと脇道で思ったことです はい普通にどうやはいはいそうそのピザの上側から焼けないからひっくり返すひっくり返して入れんのかなあこれは切れる人いそうピザチーズはいうんそうなんサッと はい、あこうやってやるんだ蒸し焼きだなじゃあねその上面からの熱車がないからまあそうですねあーなるほどだいぶ力技っすねうんうん確かになこうやっちまえばいいんだよっていう話だもんな釜で焼いたのと一緒よっていう。 あの確かに疑似ですけどねでもだいぶ近いなうん要するに欲しいもんはこうやってどんどん加えていけばいいんだよっていうことでだいぶ合理的だしあ,ああ <laughs> 普通になあのジンとかはさっきのジンの続きですけどはいまあ別方面で美味しくていいじゃないですか あのジンもねグラスに継ぐと氷ができていくあの結露がさらに凍っていくぐらいまで冷やして出したりしましたよねっていうねはいそうはいこうはいどうこれどうやってやるんですかはいなんかやり方出なかったっすうん桜のチップとか をしたでへえ私これで一瞬んと思ったのはあの段ボールの匂いがついたりしないのかなっていうねうん燻製ってあんな風にはっきり色がつくそらそうでしょうね合うビールあそうですね絶対美味しいでしょ あの前回の失敗したって言われたやつもそんなにね、まあ想像でしかないからだけど、だから、お前ら、学んだって言ってんじゃん。部長はな、進化していくんだよ。同じ失敗を何度も繰り返す部長だと思うな。部長、部長ぐらいの方がそうおっしゃるってことは何かあるんだよ。ただで終わらんのだよ。はい。普通に美味しいんでしょっていう。 散々やっといて普通に美味しいでしょっていうね。さあ、どういう工夫されたんですかね冷蔵庫の中でやらないといけない。美味しいと笑うんですか変わってますね。あんたさっき、てしこさん。あんたちょっと、さっき席外してましたよね。あ、そんなに変わるんだ。おい、お前さっき、 えどうやったんですかそれが知りたかったうんねえトマトはもうなんいくらあったっていいですからねどうにでもなる何でもできる素晴らしいですよねトマトと玉ねぎとうんまああんまり好かない人もいるけどピーマンへえピーマンとかねうん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  そうですね。ひき肉、それはどういう定義はい、そうですね。これはだってね、以前もやってますからね、我々は。トマトはスープにして食べて、余ったやつをリゾットにして、みたいに。いや、でも持って帰ったってね、いくらでも。そうなんだ。まあ、部長がそうおっしゃるんなら <laughs>、おっしゃるならしょうがないでしょうね、っていうね。早いな、ツッコミが。 はいどこへマジでどこへあの霧の中に収まってらっしゃった以降そういえば拝見してないですねえちくわさんどっか行かれることあるここどこどこここあ寒いからかいや寒いやっぱりねそらそうだよ <laughs> もうこれ完全に改ざんが進みすぎていて思い出を語る意味ないんじゃないかっていうね最初から作りばな、作り話でよかったんじゃないかだしこれで帰る手も省けたじゃんっていうねあ、後始末が全くできていないはいはんぺんさんにお片付けをあ、そういうそういうことか これは予想つかなかったなまさかまさかあなただったとはしてやられましたよさすがの私もね長いな割とじゃあはん,はんぺんさんがおいでになっていたらおじいちゃんにはお休みになられていても大丈夫 そう。いや、あいつら呼び戻して後片付けさせたほうが、はい。そうだった。はい。うん。これはまた、あの、YouTube ネタなんで、あ、違う、WeTube ネタなんで、反応多いんだろうな。前回すごかったですからね。ディスカッション拝見したら。ライブなでしこリアクションっていうコメントがたくさんあった。 やっぱ、斉藤さんいないんですね。ほとんどいなかった。え、ってことは、二人旅行二人キャンプだったってこと実際は。はい、何でしょうか。これ、細かく、ああ、そしたら、最後の年は、下級生に残す、ですね。受け継がれていくんですね。 すごくいいことを考えるなあーなてしこさんようん <laughs> なんでいないのか不思議なぐらいですけどねすでにあちゃんと覚えてて調べてくれたんだなさすがだなどこなんだよっていうねまあそれがあそうなんだ意外どういうところだろう また全然そうですねえっりんさん来てくれるんですかそれその点なんかおっしゃってましたわかんないですけどまあそしたらこの妄想キャンプ作り話キャンプケイオスキャンプは今回までってことは9101112うわあもうそれしかないの早いななんか今期すごい早い感じがするって毎日感じてるかもしれないですけどね うーんだからまあ結局本当に最後の方はもうその回想の手で語る意味ないんじゃないっていうもう全部作り話でよかったんじゃないかっていう感じしますけど出てくるもの以外は斎藤さんいなかったからまあ事実だけ取り出すと何だったかっていうと2人キャンプだったってことあ先生ももういらっしゃったんかなそれは本当かなでしょうね 本当にいらっしゃった上に部長がその粉飾を重ねられたってことだからいらっしゃったんでしょう。人キャンプか。先生やっぱ本当にね、最初の頃は顧問になるのすらだるがってらっしゃったのによく付き合ってくださるなっていうね。いやでもそうやってそう、その財産を受け継いでいくで部活になっていくっていう発想すごくいいなあなでしこさんよ。ね。 そんなふうに電動ができていって、で、本ス高校でしたっけ本ス高校といえば、のくるが有名でっていう。で、のくるも部活になっても、ちょっとのくるのままにしてほいてほしいぐらい、ちょっと愛着が置いてきましたわお。おもう早速春ですかっていうね、そんな話をしていたら、お、やっぱなでしこさんってこうやって、 季節の移り変わりを残しておこうとする感性とかもあるしどこだここまああるんでしょうねすごいでっかい尿王像あでもそうだ私の菩提寺にもでっかい尿王像ありますわねそんなこと言っていたら本当に春になり新学期になりさあか下,下級生かあの二人オープニングにおおんかすごい すごい絵になる人だなやっぱりはいあ今から春休みじゃああの二人やっぱり下級生じゃないそうまあまだそうと決まったわけでもないんだけどはい春休みなんてね何しますかねうんもうこの二人が仲良さそうに一緒にいるだけで幸せな気分ですわ こちらとしてはさて次回は我らが林さんのツーリングしながら桜巡りをする各地の桜を巡っていくなこれはつったって桜前線ってその狭いですから今満開なところのちょっと北とかちょっと南に行くと満開ではなくなるんだけどまあ釣つったって。 南北には狭いかもしんないけど東西には広いから満開の桜だけを巡っていったってなかなかのツーリングになるぞとかそういう話なんですかねうんなるほどねやっぱそのキャンプを思い出語りにするとなるとまあどっちにしたって確かに100%正確な。 思い出語りなんてありえないからまあ若干主観とか誇張とか混ざってくるんだけどまあそれを逆手にとってまあ、どうせなら思いっきり全てを面白おかしく脚色し,しまうじゃないかみたいな発想も良かったですしまあそこへねあのなでしこさんが乱入してきて思い出なのに後から介入してくるっていう恐ろしいもう時間軸も理屈もすっ飛ばした力技で。 いろんなむちゃくちゃなことをまた引き起こしっていうそれ自体も面白かったんですけどまあ振り返ってみてうんやっぱいろんなその場所だったりとかやり方だったりとかで各地で出会う名産品とかね名物名景色ですよね名称があってですから。 100回やったら100回違う思い出ができっていうことを日々本当に濃密に刻コ々クコクとやっていってる皆さんで本当にいいですねこの作品ねっていう話でもありましたしただ妄想とはいえハンペンさんどっかで出会うんじゃんっていうハンペンさんっていう YouTuber どっこがいらっしゃるのは間違いないでしょうから多分ねそれは本当なんでしょうだからどっかで会うんじゃないかみたいな予感も ありますし実はその声優さんが誰なのかとかわかりましたんでっていうねまあそっち方面でそういう妄想界だからこその判明したこともありますんで、まあ、それがどれ、ま、どこまで当てにしていいかとか現実世界に通用させていいか分かりませんけどねそれで最後にね「薪割」で始まってその薪割り ガテラの暇つぶしぐらいで始まったあの妄想チュリッピーチュリップの締めになでしこさんがああいうことをおっしゃっていてでそうするとまあその発想自体もすごくいいんですけど未来の良かでオープニングにつながってあの二人じゃないのっていうね、うん、やっぱそうだよな でもなあ眉毛からすると誰かの関係者っぽいんだけど、まあ、関係者だから同じ高校に入ってきやすいってのあるでしょうし1つ年下のでも猪子さんはねもう恋猪子さんがいらっしゃいますから全然関係ない人なんでしょうね誰なんだろう誰かの関係者か全然関係ないもう本当に初対面の方かねとかねありますしこっか。 あの本編内で誰かが言及して初めてその可能性に思い至るっていうね、まあ、すごくゆっくり時が進む作品ではありますんでまだ全然その「進級して」っていうところまで考えが及,及んでませんでしたがそっか季節がそのぐらいになりで本編内でも後輩ができればいいんだがという話になりするとあの2人はっていうね おいでになるんでしょうがどういう出会いでどういうとっまえ方を部長が披露されるのかとかその辺を今回見終わってから考えることになるんだなっていう第8話ね早、はいですねやっぱりね。ですしそれは多分この後ねね毎回楽しみな海外の反応皆さんのディスカッションでも触れられていたり予想があったり。 じゃないかなという感じなんですがそれはまた翻訳していずれご紹介するとして今回はこんなもんですかねそんな感じでゆるキャン第3期第8話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた